チャンピオン幕の内一歩に挑戦者真田和樹が襲いかかる。あなたが体当たりで止めた。しかしリバーブローが刺さってる。発防衛に向けて怒涛のラッシュ、ラッシュ、ラッシュ。おっと、デンプシーロールが止まってしまった。おっと、挑戦者倒れた。ああ、母さん、これは僕がやるから。そうかい、じゃ頼むね。磯目。はい。タックル箱。はい。ああ、ご苦労さん、チャンピオン。一歩くんは立派な日本フェザー級のチャンピオンだよ。胸を張りな。じゃあ行ってくるぜ、チャンピオン。木村大きい、あと3セットだ、気を抜くな。はい。高村君は世界前哨戦を控え。どうした小僧、もっと腰を入れんかい。はい。初めてジムに来た時のいじめられっ子だった面影はまるでないよ。もうすぐ高村の世界前哨戦もありますしね。青木も木村も刺激を受けて燃えていますよ。本当のチャンピオンには程遠いわ。小僧も青木も木村も、八木ちゃん、篠田君、これからもビシビシとあいつらを鍛えるんじゃ。そうじゃ、もっと上を目指してたどり着いてみせい。はい、銀組ちゃんとどうなってんだよ。まっさる。ああ、トミコ。僕はあなたのチャンピオンベルトになりたい。ああ、もっと巻いて。ここか、ここなのか。クミちゃんに手を出したら優しいお兄ちゃんが黙っちゃいないぞ。バカ、冗談だよ。それに優しいお兄さんが出てきても、俺ならマシマもクミちゃんもイチコロだぜ。ちょっと男ならドンとぶちかましてみろ。あれ、お宮田君の OPBF 東洋太平洋タイトルマッチ、もうすぐですもんね。逆にお前が OPBF のベルト奪ってやるぐらいの闘志見せねえか。そりゃいつかは勝ちたいですけど、でも宮田君はすごく強いし。そんなんじゃないです、僕は純粋にボクサーとして宮田君を尊敬してるんです。ワンポ、迎えに来てくれたの。カウンターで KO、 手も足も出なかった。今のところ一勝一敗だ。この決着はプロのリングでつけようぜ。僕は新人王になれたけど、宮田君と戦うことはなかった。韓国タイと回ってくるんだ、武者修行さ。全日本新人王か、少しの間に随分差がついたもんだぜ。すっごく強くなって帰ってきたんだ。と OPBF チャンピオンになるんだろうな。なんだよ、ダウン3回目だぞ、手抜いてんじゃねえよ。手抜き、軽く流すだけの練習に切り替える。まだ怪我してタイトルマッチを不意にしたいのか。俺も少しは強くなったからな。宮田に自信つけさせに来たのに逆になっちまった。本気で実力出されたらやられてんのは俺の方だし。十分本気だった。海外遠征の約1年で11戦、信じがたいハイペースで試合をした。試合間隔を空け、疲れやダメージを抜くことより、すでに骨格がフェザー級にとどまることを許さんのだよ。宮田ならライト級でも十分通用しますよ。いや、世界に手が届くかもしれねえ。負けないでしょうね、タイトルマッチ。ワニの顎のように強いというニックネーム、間違いなく強敵だ。申し訳ありませんね、心配かけて。俺のフェザー級での実力だと言ってたね。訂正させてもらうよ。俺にとって減量は鉛筆削りのようなものさ。一発のパンチを見切る集中力、本番までにそれを作る作業なんだよ。自分の魂を切り売りするような、そんな試合をいつまで続けるのか。ストップでアニー。また倒した。ジャパンの記者の皆さん、今のがアニーの実力です。坂口マネージャー、まだ宮田選手との試合も終わってませんよ。日本人を舐め切ってんな。インチキ臭いマネージャーね。力自慢ですか。ジャパンの記者さんの目は不思議なのよ。インチキ臭いマネージャーが言うには度肝を抜く技らしいんだけどな。どうせ外してると思うが、試しに行ってみろ。クロスティアカウンターだよと俺も思った。だがアーニーはカウンターの得意なタイプじゃない。けどむしろ引っかかるのは次の対戦相手を募集しているマネージャーの態度だな。宮田がもし負けたら一歩、お前行け。必要ないです、宮田君は負けませんから。絶対勝つんです。演技悪いこと言わないでください。破壊力は一歩くん並みだ。一歩並み。ただスピードとセンスは比較にならないほど宮田に分がある。ブラッディークロスか。
どうしても引っかかるんだよな。これだけ走っても一滴の汗も出ない。水126ポンド、リミットいっぱい。 OK です。次の対戦相手探すより自分の次の仕事を探すんだな。マネージャーも廃業だろうからな。宮田は原料区だ。長丁場は持つまい。確かに長丁場に持ち込む必要もない。武者修行に渡り歩いたのも全てはあいつとの差を埋めるため。そして俺は手に入れた。全体重をかけて打つ。新チャンピオン誕生、その名は幕の内一本。そういう意味がある。出番だぞ。 OPBF 東洋太平洋タイトルマッチ12回戦を行います。さあ、青コーナーより挑戦者が入場。 OPBF ランキング1位、帰ってきた天才宮田一郎。いやった、15勝のうち12が KO というハードパンチャー。 OPBF チャンピオン、アーニークロコダイルグレゴリー。熱金だぞ。アメリカは OPBF 圏内じゃないでしょうが。何気なく振った右が恐ろしく切れてやがる。仕上がり具合は万全だ。倒されて負けた経験もねえ。へえ、強敵ってわけね。軽量の時よりは肌の色艶がいい。剥がれるのを待つこともない。初回からねじ伏せる。火は熟した。 OPBF タイトルマッチ、日本の誇る天才が東洋を取り世界への足がかりとできるのか。瞬殺のカウンターと骨を砕く破壊力。いきなり風を前でチャンピオンが迫る。挑戦者意表を突かれた。さらに襲いかかる。挑戦者いきなりロープを背負ってしまった。迂闊に手を出しゃ逆にカウンターもらうぜ。しかしどこまでついてこれるかな。カウンター一戦。そして目の前にはもういない。まさに電光石火。見えなかったぞ。右のカウンターだよ。こうやって。バーカ。チャンピオンも驚いたでしょう。攻めていたはずが一瞬で目の前から消えたのですから。どうやら考えを大幅に修正せねばならないよ。タイトルマッチを初めて経験する若い挑戦者の立ち上がりに、おまけに逆にガツンともらっちまった。こっから先に遊びはない。分かってるよ。1ラウンド目はあくまで様子見だろ。手がいい。うわっ、もらった。避けきれない。ロープ際顎が跳ね上がった。さすがチャンピオン、ボクシングもこなすじゃねえか。左左左。よく見ておけ。一方、こういうカウンター封じもあるってことだ。ああ、どうする。父さん、様子見はこれくらいでいいよな。